はい、竹人です。今日は iPhone と連携するペンとノート、ニューモデルが出ましたのでご紹介しようと思います。はい、ということで今日はですね、 iPhone と連携するペンとノートご紹介しようと思います。昨年ね、私がご紹介したのはこちらなんですけど、ネオスマートペン N2 というやつですね。まだ見ていないという方はカードのをクリックして、どんな製品なのかというのを見ていただければなと思います。で、これが N2 というモデルで、去年モデルになるのかな。で、今年なんとそれがですね、モデルチェンジしまして、M1 だったかな、これ M1 というものが発売になってるんですよね。で、私のこのネオスマートペン N2 のレビューを見ていただいた、このネオドスマートペンを出してらっしゃる会社さん、ネオラボさんかなが、もしよろしければ使ってくださいということで、この M1 をいただきました。で、これ開封動画撮ったんですけど、私が間違ってですね、開封のあの動画の素材全部消してしまいまして、ちょっと申し訳ないんだけど、なんでレビューの動画がないんで、もう開いちゃってる状態なんですけど、こんな感じで開いちゃってる状態なんですけど、こんな感じですね。はい、今までのモデルは三角形をしていて、なんかちょっと近未来的な感じだったんですよ。普通のペンと違って好き嫌い分かれるところだったのかなと思うんですが、今回のこのね、ネオスマートペン M1 に関しては、普通のペンと同じように丸い感じですね、丸い感じになって、まあ、あのパッと見普通のボールペンと変わらないように使えるよというようなところを目指してきた製品になります。で、これがですね、色がね、一応4色出てるのかな。僕が今使ってるのがブラックとレッド、ブラックモデルですね。それ以外にもネイビー、それからグレイ、イエローというような4色今用意されているようでございます。なので、この1色の展開だった時よりは、よりいろんな人に使いやすい感じ、いろいろお好みに応じて選べるような仕様になったんだなというような感じがしています。で、これ、以前のね、動画でお届けしたんですけれども、私、スケジュールノートに書いて、それを iPhone に連携させて、Google、カレンダーに登録したりというのは、自動で、これでね、専用のノートに書くことで、一回できますよと、素晴らしい製品ですっていうのをお話しさせていただきました。私が持っていたのは2018年版のノートなので、そろそろね、2019年版のノートだなと思っていたら、ネオラボさんから19年版のノート出ましたんで、お送りさせていただきますということで、いただいたという感じです。早速ちょっと開けてみましょうか。どんな感じのノートなのかなと言いますと、あ、これだ。まあ、いっぱいカタログ送ってきてくれてるんですけど、今ちょっと配るあれがないですけどね、まあ、こういろいろ送ってくれましたね、 M1 ね、はい。で、これが2019年版のノートです。ちょっと厚くなったか、これちょっと厚くなったかもしれないな。これが2019年版のノートです。なので、このね、ペン買っても引き続き2019年バージョンで使うことができるようになりましたという感じです。私、ちょっとなんか熱くなった気がするけど、来年もね、またこちら愛用させていただこうと思っておりますので、iPhone、あと Android も大丈夫なんですよね。なので、いちいちね、手書きでスケジュール書いて、それをまた Google カレンダーに入れたり、スマホに入れたりというのがめんどくさいなと思っている方はですね、このセット、買うと、まとめちゃった。このセット買いますとね、ここに書いたものが全て Google カレンダーだったり iPhone に連携されるというようなものになります。あとは絵とかね、書いたりしたようなものも、まあ、画像で取り込めたりというようなこともできますので、ちょっと気になるなという方はぜひとも詳細欄にリンク貼っておきますので、そちらから見ていただければなと思います。またどういう使い方なのか、どういう風にやるのかっていうところを興味持った方はぜひともね、先ほどお話ししましたけれども、私の過去のレビューのこちらにありますけどね、 N2 の動画を見ていただければ、どういう使い方ができるのかなというのは分かります。ただ、いくつかこれ、まあ、こっちもおしゃれではあるんですけど、基本機能は変わってないはずです。ちょっと気になっているのは、僕的にはね、これ今ね、芯が1本なんですよ。つまり黒しか書けないんですけど、やっぱ手書きするときって僕いつも4色ペン使ってるんですよね。シャーペン、赤、青、黒っていうのが出るような感じにしてるので、せめて2色。黒と赤とか、そういうような風に切り替えができるようなペンにしてくれると、より、かなりもっと上んじゃないかなというような気がしています。その辺で、ね、もしネオラボの方見てらっしゃったら、本国の方に行っていただいてね、ちょっと回収とかしていただけると、私としてはすごく嬉しいかなと思います。はい、ということで今日はネオスマートペン M1、これ M1 ですよね、M1 と、それから2019年版のノートが出ましたよということをお届けさせていただきました。今日の動画良かったなと思ったら高評価、これからも私の動画見たいなと思ったら、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、この M1 とネオスマートペンの Amazon へのリンク、詳細欄に貼っておりますので、そちらも見ていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。では。